脅しとは、日本の小金式の甲冑の製造様式で、小金版を革や糸などの糸口で上下に結び合わせること。脅しに使う糸口を脅しげと呼ぶ。小金を左右に結び合わせることは、横縫いやかん、横閉じ、横絡みなどと呼ばれ、牛馬の革を用いる。元来、脅しは、糸書いた。糸口を通す。すなわち、糸口通すの言葉に、脅すの字を当てたのである。また、 平安時代以前は、漢、連などとも記されていた。後に、胃に、糸弁をつけた和製漢字である、脅しも用いるようになった。どちらの表記も用いられるが、本項目では、脅しを用いて表記する。脅しの主な手法には上下の小根を結び合わせる下率と、その結果小根の上部の札頭から出た脅し毛を、小根に絡めて止める絡みの二つがある。毛律には、 古い手法である垂直に脅していく縦取り脅し、下と右上の順を繰り返しながら、札に W 状につなげていく、最も正当で美しいとされる毛引き脅し、縦取り脅しの省略とも言える感覚を置いて、ひし形に交差させながら2本ずつ脅す、すがけ脅し、感覚を置いて3本以上ずつ脅す宿り危険などがある。管には、縦取り脅しに使われる縦取り 毛引きおどしに使われるなわめかん、すがけおどしに多く用いられる、X 状のひしとじなどがある。黒小ザネ甲子おどしを鎧おどしでは、材質の違いにより、絹などの糸を組んだ糸口を使った糸おどし自家の、革の糸口を使った、糸おどし絹の織物の三種に大きく分けられる。以下、順にその概略を記す。糸おどし、編集、糸おどしとも記す剣手を組んだ組紐を用いておしたもの。 その他、少数ながら、蚊や、朝、木綿を用いたものもある。またその色により、無地のままの白い唐紙や、ある一色に染めた赤い唐土紙、紅ない唐黄い唐紙、紫唐紙、萌えん唐紙、花大唐虫、あさぎ唐虫、紺い唐紙、黒い唐紙、糸ひおどし、うの花おどしなどの名称が存在する。多色の場合は、かしどりおどし、た木ぼおどしなどがある。 前者は白、アサギ、紺の組紐で脅したもので、後者は五色近くの多色で脅したもの、い脅し、編集鹿の皮を加工して、柔らかくした、いを用いて脅したもの、いは、おうい、もみ、いとも記される。加工の方法は、鹿側の表面の毛を取り除き、水につけて洗った後にその水分を飛ばし、濃章をつけてよく揉んで、柔らかくする、というもの、一式の場合は、 白い脅し、赤川脅し、紅い脅し、氷脅し、紫い脅し、黒い脅しなどがある。綾武、た編集麻布を、内側の芯とした絹の織物を用いて脅したもの、錦脅し、練り抜き脅し、布脅しなどとも称される。その色により白綾脅し、紫綾脅し、口ちば脅し、萌えぎ脅し、あさ綾あ脅しなどがあるほか、 中国大陸から来たカラヤを用いたカラニシキおどし、カラーおどしや、材料などを用いた、唐、糸おどし、と紅べおどしなども見受けられた。また色の折り方によって、京青オヌキ,キの麹ごみゴミおどしや京紅れないぬきジロの勾配おどしなどがある。糸おどしや、糸おどしに比して、耐久性に乏しい。おどしは、革や糸の色目によって区別されることが多い。その他、大型のあられの石畳 カモやヒノマルなどの図柄を脅し出した、文柄、一体の波形の縦線パターンを横に並べた縦枠、ある一つの色を花の色に見立てた一種の微笑とも、イエール桜脅し、紅配脅し、富士脅し、山吹脅しなどがある。脅し毛の染色材料としては、茜巣王、紅花、藍、紫根、刈安巣、うこ口なし、木肌などがある。黒脅しとは、室町時代以前は、 本当の黒ではなく、愛で濃く染めたもののことである。その他の脅しとして装飾的性格の強い、殺板の左右両端に用いる、耳糸、左右下段に用いる、黄線状のあぜめ、同じく左下段に用いる、X 状のひし縫いなどがある。また、穴の間隔の広い小座ねを、幅広の糸口で脅すことを、大荒め脅しと呼び、源のためともが、方言の乱の際に身につけた、 大荒め鎧とはこのこととされる。ありがとうございます。